明かりを絶対使いますよこれ。失礼しました。F2 からいきますね。はい、はい、まず、F2 の方のアルパインのカテゴリーからいきます。一番今年の、大きな点はやはりこの、まあ、俗称ハンマーヘッドと言われているこのフラットになったノーズ、やっぱりノーズあたりをこうやってショートにすることでノーズの、重量を減らし、まあ、あの振動をできるだけ抑えてやろうという、まあ、本当に今の世界のトップのブランドが使う技術です。こちらの方がで、この F2 のワールドカップ去年からそういう形で、3年前から出てまして、この横に入ったメタル、これが、まあ、もう一つの大きなポイントです。でこのポイントのメタルがやっぱり入っていることがやっぱり一番振動、最後のやっぱり全てが振動吸収につながってくるます。それと、まあ、あともう一つ大きな仕様変更的には中に入ってたカーボンなんですけど、ストレートに入ってたものが全て斜め45度に面でもう全面に入るようになったので、まあ、すごく、びっくりするぐらいのに、グリップ力が出てきております。で一言で言いますと本当にもう業務用の板になってますので、やっぱり皆さんもあのサイズと、使用用途に分けてしっかりと商品選んでもらえたらいいのかなと思います。そのテクノロジーを満載しっかり受け継いだこのスピードスターのエキップ、こちらの方がこれスラロームなんですけども、同じように、ハンマーヘッドの、シェイプを持ってで、メタルが入っていないっていうのが大きな特徴、違いの特徴です。それとあとカーボンの方が従来通りストレートに入ってまして、このノーズからもそれが見て取れるんですけど、カメラさん寄れますか。そうですね、こういうふうに縦に入ってるっていうのがこの板の特徴です。ですから従来のグラスファイバーのそのしなりの良さとそのワールドカップテクノロジーがふんだんに盛り込まれた、まあ、本当に幅広いユーザーさんに勧めれる一本かと思います。エリミネーター、今まで従来エリミネーターの方が、クロス用として、すごく人気があったモデルなんですけど、こちらの方もエリミネーターのワールドカップエディションが登場しました。これも同じくも、スピードスターのワールドカップエディションと全く同じ構成材、ウッドコアから、ソールの方から全て、同じ素材を使いまして、出てきたモデルです。でこれも165のみの設定なんですけれども、実際バリオキャンバーといいまして、まあ、いわゆるフリースタイルで今流行っているロッカー構造と同じものを近いものを持ってまして、板を、まずフラットの状態から踏んでやる、踏みどん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 角付けして踏んでいくことで少しずつ、この有効エッジの方が、短くなったり長くなったりと、そういう可変式のタイプなんですね。これを持ち合わせてますので、ものすごく、ワールドカップシーンでもまあ使えるアイテムなんじゃないかなと思います。でこちらの方が、従来の、エリミネーター、 このサイズは157なんですが、こちらの方は最大が167まで、結構サイズバリエーション豊富に揃えてますので、これから、まあ国内海外問わずワールドカップシーンでかなり、メジャーになってくるモデルではないかなと思います。F2 がもう一つ提案するのがこのスピードスターのシルバーファイル、見た目的にも結構目を引くあれなん、グラフィックなんですが、実際はこれトップシートメタルではありません。本当に、まあ、ビジュアル的なもので、構成されているんですが、まあ、今までのレース用のその速く滑り降りるっていう部分ではなく、カービングっていうのをどこまでこう、シリアスに追求できるかっていうのを、まあ、求めたモデルです。ですから少しウエストも細めで、カービングに特化した、構造になっております。ユーザーの皆さん、こういうように幅広い、レンジで揃えている F2 スノーボード、今年は本当にワールドカップテクノロジートップの、トップを狙う選手のための商品から、そのテクノロジーを受け継いだそのフィーリングを手軽に味わえるモデルまで豊富に揃えてますので、しっかりした商品セレクトで、楽しい、アルパインスノーボーディングを楽しんでください。はい、お願いします。お願いします。続いて FTWO
F2 のフリースタイルブランドとして、あの別カテゴリーに移行して3シーズン目で、今年は、去年、15万円という高いちょっと板を出してたんですけど、それの、ルアーというそのモデルのアシメトリカルというコンセプトを軸にした商品構成になってます。ランダムなんですけれども、ここにバックサイドエッジっていうところが刻印があるように、ヒールサイドとトゥーサイドセッティング位置が、ま、あのこれはもう固定された板ですね。で、基本形ツインのシェイプをしてまして、このバックサイドエッジの方が少しサイドカーブがフロントサイドよりもきつめに設定されていまして、それとあと人間っていうのがかかとに常に重心が、のポジションがあるということを利用した構成で、このセンターから少し、このバックサイドエッジ側と先ほど刻印あった方に少しオフセットした位置にカーボンがセットされていまして、まあ、乗り味としてはもう板って普通に乗れると、板っていつも中心に板の中心に乗ったフィーリングが得られるような、そういうオールマウンテンな板になってます。それとこの板の方なんですけど、153センチでウッドコアのみで作られた板では最軽量だと思います。なんと坪3で 2.5 キロ、そういう軽量さも一つの売りになっていると思います。がこちらの、T ライド、去年までのフラッシュというモデルの後継モデルに当たるんですけれども、このボードにも先ほど説明させてもらった、アシメトリカルの、テクノロジーが、入れられています。サイドカーブは左右一緒なんですけれども、カーボンのレイヤーの方がやはりこちらのバックサイドエッジの方に少しオフセットされているので、非常にいつもボードのセンターに乗れるという感覚が得られると思います。と、もう一つこの板に関して、特筆すべきところはこのデザイン、今まで普通上でしたらトップシートにプリントを行うのが普通なんですけど、この、フロックデッキと呼ばれているやつはこのデッキ面の方にこういうベロア調のものを、上からプリントすることによってデザインを構成しています。いますかね。このデザインが、まあ、今年 F2 のこのモデルには搭載されています。新しいもう一つのテクノロジーとして、このアブソーバー H、 通年サイドウォールに、ラバーを入れて、ショックアブソーバー機能とエッジグリップを向上させているんですけれども、今年はこのサイドウォールの黒い部分にラバーが入っていて、赤い部分と白い部分は硬い ABS のサイドボールが入ってますので、すごく、ノーズのプレスだったりとかオーリージのポップ感が増した、そういうような構成になってます。そして、この FTWO の中で、チームライダーからみんながもう、大好きで一番ベストセラーになっているこの TNT、まあ、あのコストパフォーマンスもさることながら、この毎年ちょっとポップでドキモを抜かれるこのグラフィックが、ものすごく注目を浴びています。で、今年のこの、グラフィックなんですけど、過去の TNT に使われたいろんなキャラクターがある随所に散りばめられています。例えばこのここに見えているこのドーモくんとか、この辺もまだ健在ですし、いろんな形で、まあ、ちょっと新しい切り口で展開しています。で、この TNT、今年先ほどの、T ライドと同じようにサイドウォールのアブソーバーエッジの構造が、統一化されました。同じく足下のみにラバーを入れて、ノーステルにはポップ感を増したと、そういう風な乗り味になっています。はい、以上のようなラインナップで、今年の、今シーズンの FTW を構成されています。まあ、このアルパインの後ろにあるアルパインの、テクノロジーをふんだんにフリースタイルまでに応用したこの FTW、特に今年はこのランダムのこのアシメトリカルなコンセプトが、非常に評価を得てまして、今回の試乗会でももう早速予約をもらえたりとか、非常にナンバーワンボードに上げてもらってますので、皆さん、どうぞ、まだまだ乗る人が少ないこの FTWO でコアなところを攻めてください。お願いします。